アグネスちゃん、1955年8月20日隊は、香港出身の日本の歌手、エッセイスト。カトリックシントで、アグネスは、先礼名である。中学、高校は、メリーマウント中学、中国語、メリマン中学卒業、トロント大学卒業。1992年6月スタンフォード、大学大学院教育学博士課程を修了。 1994年には、博士号が授与された。初代日本ユニセフ協会大使を経て、2016年より、国際連合の機関である、国際連合児童基金の東、アジア太平洋地域親善大使。血液型 AB 型。初代、微笑み大使も務める。2018年春の叙勲で、朝日賞受賞を受賞。1972年、 代表曲の一つである、ひなげしの花で、日本での歌手デビューを果たす。高く澄んだ歌声と愛くるしいルックス、たどたどしいが、一生懸命日本語で歌う姿が受けて、一躍人気アイドルとなった。日本ではその後も、草原の輝き、小さな恋の物語、星に願いを、ポケットいっぱいの秘密、愛の迷子、恋人たちの午後、白い靴下は似合わない。 香港におけるザ・サークル・ゲーム、香港・香港、宇宙のカーネーションなどヒット曲は多く、台湾やアメリカ合衆国などでも音楽活動を行っている。歌手としての活躍のほか、1998年には初代日本ユニセフ協会大使に就任。2016年にはユニセフアジア親善大使にするなど、ボランティアやチャリティーなどを通じた社会奉仕や、 貧困や平和についての発言でも知られている。近年ではピンクリボン運動への参加や香港新海大学の客員教授としての教育活動も行っている。2017年著書スタンフォード大学に3人の息子を合格させた50の教育法が大ヒット。作家としての地位もアジアで高めている。 2010年5月25日、日本医療政策機構代表、黒川清中日英国大使ディビッド、ウォレン、中日アメリカ合衆国大使ジョン・ルースらと2010年2月25日、中日アメリカ合衆国大使ジョン・ルース、大使夫人、スーザン・ルース、日本ユニセフ協会専務則推薦と1998年、アグネスは、日本ユニセフ協会の大使に就任した。 日本ユニセフ協会は、現在先進国を中心に36の国と地域に設置されているユニセフ協会の一つ。各国内委員会は、ユニセフ本部との協力協定に基づき、募金活動、広報活動、アドボカシー活動に取り組んでいる。就任後、これまでに対、南スーダン、東西ティモール、フィリピン、カンボジア、イラク、スーダン、レソト、モルドバ、 インド、中国、ブルキナファソ、ソマリア、ブータン、イスラエル、ナイジェリア、中央アフリカ共和国を公式訪問にし、現地の子供たちの窮状を伝えるほか、私が愛する日本などの著作で、日本の平和を目指す提言を行っている。その功績が、国際連合児童基金本部に認められ、2016年3月に、ユニセフの東アジア及び、 太平洋地域の地域大使である東アジア太平洋地域親善大使に任命された。なお、アグネスがかつて勤めた日本ユニセフ協会大使は財団法人日本ユニセフ協会という日本の公益財団法人が任命する称号であった。それに対して現在アグネスが勤めるユニセフ地域親善大使はユニセフが任命する称号である。アグネスは 自動ポルノの被害者を実際に、タイ、カンボジア、フィリピンの現状を見て、自動ポルノに関して、厳しい立場をとっている。2008年3月11日には、自民党の森山まゆみ元法務大臣と共に、自動ポルノの単純所持禁止という声明を発表。政府、国会に意見を求めている。他に、本人出演のカラオケ DVD、 カラオケ LD、カラオケビデオ CD がいくつかある。テレビラジオテレビ順、レギュラーラジオインターネット番組テレビ CMCM、ソングのみこの記事は、以下のカテゴリでも参照できます白い靴下は、似合わないに関する、カテゴリー、アゲインに関するカテゴリー。ありがとうございます。